こんにちは、ハセンです。今日はお仕事がちょっと早く終わりましたので、大好きな和菓子を食べに行ってきます。銀座シックスの4階に入っている中村藤吉本店さんにお邪魔します。店内はテーブル席とカウンター席で、とてもゆったりとした空間になっています。最初に急須でウェルカムティーがサーブされます。毎回ね、お茶の内容は変わるんですが、ティーパックで自分でポットから急須にお湯を入れて、そして、湯飲みに注ぐんですが、お湯飲みが小さいので、私はね3銭ぐらいいただきましたが、全然薄くならずに最後まで美味しくいただきました。今日の目的はこちらの茶衣という和菓子です。数量ね限定なので、お電話をして、残りがあるか確認してまいりました。こちらはオーダーして、作っていただくんですけれども、一番上に乗ってるこの緑のものは濃茶ですね。ドロッとしたお抹茶です。いただきます。今日はどうしてもこちらの茶衣が食べたくって、ただ夕方にはねもう売り切れてることが多いので、お電話して確認したら一つだけね残っているということだったので、もう駆け込みました。このドロッとしているのは一番上に濃茶がかかっていて、でその下にくずですね、練りたてのくずがあって、で一番下に抹茶のあんこが入っているので、それを一緒にいただくんですが、こんな感じでちょっとね下までは分かりにくいかもしれないんですが、下から抹茶あん、作りたてのくず、そして、濃茶がかかってるっていうような、和菓子になっています。こちらはね出来たてなので温かい和菓子なんですね。で2000円ってねもちろん安くはないんですけれども、お濃茶ってもともととても高価な飲み物なので、2000円でお濃茶をたっぷりかけてくださってるのは贅沢だなと思います。こちらの和菓子は濃茶にもくずにもお砂糖が入っていなくって、全く甘さはないんですね。なので一番下の抹茶あんと一緒にいただかないと甘くないので、気をつけないと苦ってなります。このね茶衣が私は本当に大好きで、無性にね食べたくなるんですけれども、どうしてもね数量限定なので食べたいからって食べれないんですね。で夕方に行くともう売り切れのことが多くって、今まで何度も食べれなかったことがあったんですが、午前中とかお昼までだったらおそらく食べることができるんじゃないかなと思います。ドロッとしたちょっとね苦味のある濃茶と、その下にあるとろとろのくず、そして一番下の甘い抹茶を一緒にいただくと、もう本当に美味しいです。
ちょっと食べかけなんですが失礼いたします。こういう感じでね、こいちゃんの舌がこの透明のくずがねかかっていて、これはね練りたてなので本当にトロトロです。で一番下にお抹茶のあんが見えますでしょうか。こんな感じで一緒にいただきます。一番上にかかっている濃茶というのは、お抹茶のね、普段お抹茶というと薄茶なんですよね、お店でいただくのは。なので普段皆さんがちょっとお抹茶と思う、薄茶を、10倍ぐらい濃くした感じなので、最初はこの濃茶の濃さにびっくりされるかもしれないんですが、濃茶とね薄茶だと濃茶の方がやっぱりいいお抹茶を使っていて高級なんですね。なので苦味は多少あるんですがとっても美味しいので、ぜひね一度召し上がっていただきたいなと思います。箸休めにお漬物がついています。おぜんざいとかね、こういうちょっとワンもので甘いものをいただくときは塩昆布とかお漬物とかあられとかね、箸休めがあるとね本当に嬉しいですよね。皆様、桜は楽しまれましたか？今年は入学式までね桜が持ってくれてよかったですよね。あと4月8日がねお釈迦様のお誕生日で花祭りなんですけど、花祭りに桜っていうのもね久々じゃないですか。浅草もねこんな感じで綺麗に咲いておりました。今日も美味しいものをいただけてとっても幸せでした。ごちそうさまでした。